はい、皆さん、こんにちは。語りルームの語りです。フォールアウト4を続きやっていきたいと思います。ということでね、博物館かなの前に来ておりますので、中に入っていきたいと思います。一応クエスト確認すると、これだね。レーザーマスケットを手に入れる。レーザーマスケット、どこで手に入るんだろう。そんなもあったかな。まあいいや、とりあえず中にね、入ってみたいと思います。自由博物館なんだ。なんか自由を求める戦争の博物館だったんですかね。追い詰められた入居者を見つけ出す。あ、やべえ、これ戦闘じゃないか。あれ、敵？レーダー。倒した。当たってないの？もしかして。当たった。どっか狙われてるし、ここにいるの？強固にロックされてる。ロックされてる？じゃあこっちから行くしかなさそうか。この辺はマネキンですね。武器とかないのか。武器とか。お、びっくりした。この奥にいる。犬がやってくれてるぞ。もうちょい近づこうか。パイプピストル、ナックルももらっとこうかな。さて、まだいるかな。この部屋は何もない。お、なんかあった。弾がありますね。あ、ライフル。メンタス、ワンダーグルーってなんか使いたいような気がするんだよな。ここってなんだ？あれ？何？こうはまってない？もしかして。はまっちゃったかもしれない。頼むわ。なんか解除する方法ないのかな。いろいろ押してみてみますけど。やば、はまった。バグったわ。どうしよう。マジかよ、これ取り直しかな。自由博物館。こっからやり直すしかないな。マジですか？なんかあんなとこハマっちゃいましたね。こっからっすかい。レーダーを倒す。
け？ちょっとセーブ入れとこうかな、この辺でクイックセーブ。もうハマっちゃうとかね。まあフォールアウトは海外版のゲームなのでハマるってこともねあるかなという予想はしてるんですけど、やば、オッケー、あ下落っこっちゃった。ドクミト君邪魔してるよ、邪魔っていうとこだっけ。この辺に確かさっきライフルがあったんだよね。これは取ろうで、セーブしておいて、でこの下はちょっと後にしよう。敵はいなかったからね。あここか、さっき敵落ちてこなかったっけ。あいたいたいた、スティンパック持ってるじゃん。ちょっとセーブしてもう一回挑戦してみる。あこれまたハマったわ。立ってないとダメなのかな。立った状態でやればいいのかな。ダメだ、立った状態でもダメっすね。あとにしよう。とりあえずあそこはハマると。あラッド X、 ラッド X は放射能で汚染されたやつを取り除く効果がありますね。この向こうに敵がいるっぽい。当たんねえし、オッケー倒しました。レベルアップ、アサルトガスマスク、あんなマスクつけたくないな。あれスティンパック、よし。もっと上がある。なんかあの辺に行けってことかな。うわ犬にやられてる。心拍、ちょっとこっちを探りたいんだけどな。何にもないですね。何にもないじゃないか。戦前のお金必要かな。ショットグラスってどういうんだろう。サングラスかな。結構だいぶ倒しましたね。これは前に倒したやつかな。
もういないっぽいですね。ちょっとセーブといて、ここでなんか人に会うんだもんね。誰かは知らないが、タイミングが完璧だった。プレストン・ガービーだ。コモンウェルス・ミンクスした。なんかすげえ銃持ってるぞ。役に立ってて嬉しい。役に立てて嬉しい。それが本当なら、もっと有効的だとありがたいんだが、ご覧の通り、ここは少々混乱状態。あいつらは何者なの？新しい家を探してる人々だ。再出発。再出発だ。彼らとはクインシーの時から一緒だ。レキシントンはしばらくの間良かったんだが、グールに追い出されてしまったんだ。1ヶ月前は20人で、昨日は8人だった。今はたったの5人だ。俺とロング家のマーシーと、ジュン、ソファにいるママ・マーフィー・バーさん、それとこっちはスターチェスだ。さて、英語版では何言ってるか分かんなかったのが、今は結構分かりますね。ルールって何？この辺りから来たんじゃないっていうのは本当だったが、グールは放射能汚染された一人だ。大体は俺やあんたと同じさ。しかして、見た目がかなりひどくて長く生きているが、さてもやっぱグールは人間なんだね。話に出てきたグールは違う。脳が放射能で腐って野獣になった。見た途端に八つ裂きにされる。コンコードに定住するのは安全だと思ったんだが、それは間違いだったとデイダーに思い知らされた。だが、一ついい考えがある。一ついい考え。行きましょう。スタージェス、教えてやって。屋上に墜落したベルチバードがある。昔ながらの戦前のやつだ。見たことあるかもしれない。まあ、それも乗客がかなり楽しい代物を置いていったようだ。チェリー T45 パワーアーマーのフル装備フル装備式。インド式品だ。パワーアーマー？パワーアーマーがなぜそんなに特別なの？それはウエストテック社の内面化サーボシステムだよ。あれの中にいるとスーパーが新たな標準になる。もっと強く頑丈になってラッドに耐性ができる。それにあのスーツがあればベルチバードからミニガンをもぎ取ってレーダーに地獄までの特急券をやれる。わかるか？ミニガそれでミニガンをン。ミニガンっていうのが前に英語版ーで奪ったあのすごいやつですね。ガトリングガンみたいな。悪い奴らを狙ったら昔ながらの運任せで断射をやれる。それでアーマーなんだけど燃料がないんだ。おそらく100年もの間は電源は入るはずだが、少々お手上げなんだ。それで解決策は何？必要なのは戦前の古い FC、標準フュージョンコアだ。ハイグレードな蒸気型原子力電池で、かつて軍や企業が使っていた。それに、でもどこそでれあるにかは近知っづてける。ない。地下の鍵のかかったセキュリティゲートの向こうに。あれか、さっきハマったとこですね、きっと。セキュリティを飛び越えて進むのは得意分野じゃない。君なら挑戦できるかもしれない。何を探してるんだっけ？フュージョンコアだ。高度なバッテリーだ。昔はこの美術館でも展示品を動かすのに使われた。地下に一つあるんだが、セキュリティゲートの向こうか。開くには錠をこじ開けるか、コンピューターをハッキングする必要がある。そこまで難しくはないはず。やってみる。そうか。よし。ようやく幸運が訪れたようだ。フュージョンコアをパワーアーマーに差し込んで、ミニガンを持ったら、レイダーも喧嘩を売る相手を間違えたことがわかるだろう。頑張って。なるほど。そういう話だったんですね。あ、これなんか多分アップするんじゃないかな。素敵ね。アトミックコマンドが入っていました。おお、取っておきますか。大丈夫？あなたがもて遊んでるのは私たちの命よ。
あ、ボブルヘッドミッケ。ボブルヘッド集めるとなんかいろいろポイントがね上昇しますね。取る。泣いてる。このおばあちゃんなんか話できたよね確か。歯磨き粉、ティーカップ、金メッキのオイルライター、ライターは取っておくか。何か使えそうですね。ということでどうしようかな。パワーアーマー取るところまで行きますか。ちょっとセーブしておいて、まだいるかな敵。確かこっちの方でしたね。パワーアーマーを使えるようにしたいですね。英語版の時にはあえて使えるようにしなかったんですけど、まあ、日本語版でね使えるようにしたくて。わ、こいつリアルだな、このカニみたいなやつ。多分3で出てきたやつかな。ミニルークとかってやつじゃないのかな。あった、パワーアーマー。ドックミートは何かを見つけました。キャップ箱、取るってそういうこと。これ中身取れないのか。起動、アクション。やべ、敵がいるわ。とりあえずじゃあ全部取りますか。起動、かっこいいよねこれ。チャージ切りです。いいよ、長押しして脱ぎましょう。押し構えた。どこにいんだ敵は。どこにいる敵？敵の場所がわからんぞ。こっから倒せるんじゃないのか。あ、いた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 。とりあえずこのまま持って帰りますか。パワーアーマー。ガスキャニスターってなんだろうな。とりあえず向こうに行けと言われているので向こうに行ってみたいと思います。重い、燃料切れだから重いですね。てっきり上から敵を狙えるかなと思ったんですけどね。走ったりができないですね。ジャンプはかろうじてできるな。
持ってきたよパワーアーマー。見てくんないの？せっかく持ってきたのに。よし、セーブして解除。別の誰かが使用中。この人か。見てよ。持ってきたのに見てくれない。あの、スタージェス。なんだ？見ないでくれ、シーリちゃん。俺にできるのは修理だけだ。パスワードが必要です。候補を選択します。正解ゼロ。 SERVE 以外の文字を使ってるのを探せばいいんだね。RVE。 正解ゼロ？この文字には正解数がなかったってことなんで、この文字以外を使ってるものを探すんですね。ないじゃんそんなの。 KNOWS。 対象外を除外削除。エラー。どうしよう、これもうダメじゃないかな。そんな文字ないよね。ダメでした。10秒後にリセットされます。だってとりあえずパワーアーマーを脱ぎましょうか。ということでね、今回はパワーアーマーを持ってきました。ここまではアメリカ版でやったのと同じですね。で今度はフュージョンコアをね、次回取りに行ってパワーアーマーを使えるようにしていきたいと思います。で外に出ると前回あの強敵が出てきたんで、そいつがまた来ると思いますんで、パワーアーマーで次回は戦っていこうかなと思っておりますです。かっこいいですね。ということでね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。